皆さんこんにちは、ジュン&ロベプレスの高木です。しなみです。もうすぐ女子ツアーが開幕します、うんうん、ということで今回はですね、女子ツアー開幕スペシャルプレゼント企画、プレゼント、女子プロをお呼びして彼女が開幕戦で着たいウェアを選んでいただいて、それを当てた方から抽選でウェアをプレゼントしてしまうという企画でございます。すごい斬新。斬新というわけで今回のゲストをご紹介したいと思います、はい、三ヶ島かなプロです。どうぞお願いします。三ヶ島かなちゃん2016年からツアーデビュー、はい、その時からジュンロペと契約して、もう何年か、10年目長い、お世話になりまくってます。お世話になりまくってます。2017年にアースモンダミンで2位、2018年にニトリで3位、三菱電機で3位、2019年には富士通で2位で、去年2020年はニトリで3位と。そうですね、毎年優勝争いに絡みながらも未だ優勝なし、はい、なので2021年は優勝してほしいというわけでね、うん、初優勝が待たれる三ヶ島かなちゃんですけど、はい、今回は彼女に開幕戦のウェアを選んでもらって、はい、何個着てもらうんですか。3つ選んでもらった方がいいんじゃないですかね、うん、なんか寒いかもしれないですし、うん、長袖入れながら、あとはちょっと暑かったら半袖っていう、うん、パターンごとに、はい、パターンごとに、はい、じゃあ早速着ていただいて、うん、そうですね、ちょっとかなちゃんのコーディネートを紹介していこうかなと思います、はい。早速5名選んでもらいましょう、はい、選びましょう。どれがいいですか。寒い、ね、昨日だけど風とか吹いてら寒いから長袖系、うん、長袖選びましょうか。色的にあんまりこういうの着たことないから、うん、この色結構ジュンロペでもないですよね。新しい感じの色では、うん、オレンジっぽいピンクを使ったやつだとこういうパーカーもあって、うんうん、ちょっと明るい感じで行ってみたいかな、うん、スカート決めてから。あ、そうですね、どっちか。スカートが結構今回黄色だったり、うん、紫とか、そう、あと気に入っていただいたこの色だったり、うん、迷う。でもどっちも合うのは大体のこっちの色、うん、こっちですよね。でも形的に新しいから、うん、そうなんですよ。ここがちょっとフリルになってて女の子っぽいのと、うん、定番で使いやすい形があって、うん、どっちがいいですか。新しい感じ同士で行ってみたいなって。来たらこうですかね、うん、こっちの方が可愛 い, 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 い、間違いなく目立つ、目立つ、しっかり。あ、誰だってわかる、ね、こっちで着てみます。着てみます。可愛 い, いめっちゃ可愛くないです か, かいい、これ鮮やか。めっちゃ水色とオレンジとかなかなか組み合わせないから、ね、いいですね。めちゃくちゃありなんですね。しかも動きやすくて、もうさっき着てたら結構伸びますよね、はい、スカートも結構伸びるんですよね、はい、これタイトに見えて。そう、これちなみに後ろにラインがあって、かわいい。スカートと後ろのラインが同じ色になって、ゴルフって結構後ろ見られるじゃないですか。確かに。スイングとかも後ろから抜かれることが多いんで、はい、いいかも、いいかも、うん、でも暑かった時のことを考えて、そうですね、半袖も考えなきゃ。半袖2個ぐらいやっぱ選んどいた方がいいかな、ね、そうですね。まず1個目選びましょうか、はい、この形気に入ってたから。そう、私が着てるやつ、ちょうどこれもなんかジュンロペっぽくない新しいデザインですよね。そう、この V 字のここが、で私が今着てるのも入れて3色、うん、パープル新しくないですか。新しい紫のスカートがすごい目に入る、うん、こうやって合わせていただいたり、うん、あとタイトなこういうかっこいい感じのパープルもあったり、着たことない。グレーもちょっと新しいかなと思って。グレーをなかなか着ないから、どっちがそれか、黒でとか安定感ある感じですか、うんうん、ちょっとこっちは自分的にまだ勇気がいるからグレーから行ってみたいなと。グレーもこれ間のラインがピンクでちょっと女の子感ある感じ、うん、可愛らしさある。そしたらこのグレーを使うなら、うん、スカートは白系で行くのか、グレーのスカートがあってセットアップみたいにグレーで合わすのも可愛いかなと思ってます、うん、セットアップいいかもしれない。ちなみに白だとこういう雰囲気、綺麗めな感じ。そう、これだと結構ちょっと女の子らしさが出るんですけど、女の子らしさもだけどジュンロペらしさも着たいなって思うんで、うん、そしたら定番の形で、そうですね、セットアップできます、はい、じゃあこれに着替えて着てもらいましょう。かわいい、じゃーんって感じ、新しい
グレーグレーなんか本当に新鮮ですね。これもまた、ね、かっこいいけど可愛いのもちゃんと入ってるから。ちゃんと入ってます、ね。お揃い。そうペアルック。ックそしたら半袖をもう一セット選びましょうか。はい。なんか自分的にカーキにハマってて。お今。はい。カーキブームが来ている。カーキブームなんですよ。だからウェアでカーキほぼ着たことないから。カーキが着たい。はい。ボトムだとこういう感じで横にラインが入った。うん、動きやすそう。そうなんです。あとこういう。このトップスのこの柄がちっちゃく入ってるんですよ、うん、あ、本当だ、こういう感じ、ね、春だから思いっきり明るい色で行ってみたいです、うん、じゃあこのセットでいいですか。はい、サクッと決まりました。カーキ、カーキ、大人ですね。大人ですね、うん、確かに。でも今ハマってるからやっぱ落ち着きます。落ち着きます、しっくりきますしっくりくる、はい。黄色あんまり着ないんですよ、うん、着ないっていうか着ても上下合わせたりの黄色ないから、はいはいはい、セットアップっていうの着なくて、はい、プチセットアップじゃないですか、こことここを合わせてプチセットアップなんですよ、はい、ドットっぽく見えるけどよく見たら柄っていう、そうちゃんと可愛いです。本当にどれ着てもいいですね。どれもいい女性はこの今まで来た3着の中からプレゼントっていう形になるんですけど、今回男性も対象なんで男性のウェアも1セット選びたくて、ね、うん、私の好みの、はい、男性にこういうの着てほしいなっていうのであったり。でも今これ着てるから、うん、さりげなく、うんうん、お揃いとかお揃いな感じ。男性は胸元にチャックのないタイプで、ここにライン入ってるからスタイルよく見えますよね、うん、男性も。丸々ってのも多分いいと思うけど、ペアルックでラウンドとか憧れます？憧れます。したことないから。したことない。ないです。もう高校のユニフォームくらいでみんなペアルックでもなんかカーキって正直選ぶじゃないですか、うん、人の好みもあるから。だから無難に白黒で、もし女性がこれ着るってなったらさりげなくでもいいと思うから、こっちの方が何でも合わせやすそうだし、合わせやすいと思う、はい、そう、ボトムの白、うん、黒、うん、なんかこういったサイドに柄が入ってるものっていうのもあったりするんですけど、本当にシンプルの方がもしかしたら合うかもしれない。あ、こっち、こっちですね。いろんなゴルフ場行くって考えたら長ズボンの方が使いやすいですね。なのかな。じゃあこのパンツで。はい、結構自分の好みです。結構シンプルな感じ好きだから。男性はこれで。はい、では三ヶ島プロ、いろいろ着てみていただきましたけどどうですか、今季の純ロペは。そうですね、今までとちょっと違うパターンというか色合いとかがあって、うんうん、どれも着たくなるようなウェアばっかりで、じゃあね、これ着てね、うん、今年は優勝ですかね、はい、私たちの前で見せてください。はい、そろそろ決めます。本当ね、見るとね、うるうるしちゃうんだよね、彼女の試合とか、ね、母親もこれ母親もこれ今回のプレゼントは男性1人、女性1人の2名になりますので、応募方法に関しましては概要欄に書いてありますので、そちらご覧ください。下です。下です。今年三ヶ島かなプロ、ぜひ優勝してほしいです。はい、はい、優勝してほしいですね。じゃあそう思う人はチャンネル登録、グッドボタン、ベルマークお願いいたします。お願いします。ここら辺